はい、えー、それでは16時になりましたので、えー、勉強会の方を始めさせていただきたいと思います。えー、皆様本日はお忙しいところをご参加いただきましてありがとうございます、えー。ウェブとウェブトランスポートに関わる標準化動向勉強会、えー、W3C と ITF からというタイトルにです、ねえー、今から約18時までの2時間の勉強会となっております。えー 2時間となりますがお付き合いいただければと思います本日司会つまみます JP ニックの塩沢と申しますよろしくお願いしますはい、では早速プログラムの方を紹介させていただきますが2部構成になっておりましてまず前半はですね W3C のホットトピックと ITF のホットトピックについて紹介させていただきますその後少し休憩挟みまして 後半はですねディスカッションということで標準化動向と開発動向を見て作るということということをテーマにですね18時までディスカッションさせていただきます質問コメントなどございましたら適宜ですね Zoom の Q&A よりお送りくださいご登壇者の方がですねチャットでそのままお送り返すか口頭などでも回答させていただきます また、後日ですね、この勉強会の様子は、Zoom で録画しているんですけれども、JP ニックの YouTube チャンネルにて、一般公開の予定です。その点、あらかじめご了承いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、オープニングということで、JP ニックの木村泰治より、初めのご挨拶させていただきます。木村さん、よろしくお願いします。はい、塩澤さん、ありがとうございます。画面共有をお借りします。 はい、見えております。はあはい、ありがとうございます。え本日は Web と Web トランスポートに関わる標準化動向勉強会ということでございます。W3C と ITF からです。まず初めに軽くご案内させてください、えー。このテーマはですね、このテーマっていうのは変ですが、標準化に関わるこの勉強会をやっております。 はですね、実は昨年度から行っておりまして、その引き続きという形でございます。そのあたりご,のご案内させていただきます。まず、国際的な標準化の場で行われる議論は、インターネットにおける各種アーキテクチャに関わり、結構固い文章ですが、国内での議論や技術開発に大きく影響するものといえます。JP ニックでは国際的な標準化の動向を横断的な視点で捉えた国内での議論を促進するため、 イベント開催等の活動を行っております今回の勉強会は、Web の標準化に係る W3C と IETF の動向を取り上げ、旬の話題をお届けするとともに、ディスカッションの機会となるべく開催される勉強会です。そして、ですねこの勉強会、そして JPNIC での活動は、ですね総務省さんからの,この,調,査の調査研究の活動でもあります。 勉強会の構成です。第1部は標準化をはじめとする動向に詳しい方々から注目されている標準化団体のトピックについて伺います。第2部では技術分野として俯瞰しまして、俯瞰してですね、できましたら中期的な視点での議論を通じて、今後の技術動向への関わり方について考察していきます。ご参加の皆様がお互いを知るためのご質問と書いてあります。 ちょっと投票というのをやってみようと思います。よえーはいえー、ご参加の皆様がお互いをするためのご質問。1、W3C のページや文章をご覧になったことはありますかこれ匿名ですので気にせずお答えください。2、 ITF のページや文章をご覧になったことはありますか開発というと何を思い浮かべますかはい。えー 結果表示できる。あ、まだ投票ですね。まあ、投票されてる方いらっしゃいますね。ありがとうございます。あと10秒ほどお待ちしたいと思います。5秒です。投票終わってみます。よ、結果表示できるかな。えー、結果共有いたしますと、ほい。 えー、W3C の,のページや文章をご覧になったことは少しある、ほとんどないという方が多いですね。ITF はかなりあるということですね。少しある、見たことがないという方もいらっしゃいます。開発といいますと、結構ばらけてます。皆様いろいろな開発されています。アプリケーション開発、プログラム開発。 えー、HTTP を使って、つまりブラウザではないかもしれないけども、開発、そしてライバリの開発をされているということでした。はい、ありがとうございました、えー。まずですね、私からお話しするのもなんだかおかしいのですけども、下野さんに突っ込んでいただくとして、W3C についてもしかしたら、 存じ上げない方もいらっしゃるかなと、私も詳しくないのですけれども、と思って何枚か用意いたしました。W3C のこれ、実は今年の2月に行われたシンポジウムで、下野さんが作ってくださった資料でして、えー、おそらくこれが一番大事なのかなと思います。Reason the web to its full potential ということですね、えー。ウェブのポテンシャルをフルに引き出すということみたいです。 ここは随時お受けしますの、ね、で、あの、どうぞ。えー、1994年に設立されたんですね。団体、400団体を超える会員によって、まあ国際的な団体です。で、ワンウェブかつウェブフォーオールおーおーというわけで、仕様の水平ビュー、セキュリティ、プライバシー、アクセスリティの四つ、国際の4つの領域をレビューして、すべての仕様に対して行うえ、年に数回ワークショップを開催。 最近は Web での HDR というのは鍵なんでしょうか。ワーキング,グループ活動があるんですね。技術領域、標準化の領域は Web ブ,ブラウザなどで利用される仕様、WattWG、えー、と HTML に関連する各種仕様、DOM や Hedge、c s s や WebRTC など、結構幅広くです、ね、私たちが使っている技術を扱っている BSS、e、は年、ね、1回スナップショットを公開。そうだったんですね。それわけあせでした。e p u b もやられてるんですね。あの電子出版のやつですね、えー。それから構造化のデータの表記法、結構抽象的なところも標準化されているということです。日本では、KOSFC に W3C ホスト機関の1つが設置されているということで、えー、詳しくは志村さんが教えてくださるかもしれません。 国内では39団体、今現在41団体じゃないかと思います。アドバイザリーボードに1名いらっしゃいます。えー、ご活躍されてますね、結構。お年次総会があ2回行われたようですね。何か、志望さんから補足いただけましたら、お願いします。飲み物の。<laughs> おさんあこれ、これ今しゃべれということだったんですね、すいません。あいえ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 。いろんな年次総会の1回分が、あの今年は今週、来週、再来週行われててあお、まあほ、なんか他の団体の方でも、なエンペグとかも今の時期にやるので、なんか大体この時期はみんな死んでるという。10月は何かと この勉強会も重なっているイベントがございます。ありがとうございます。はい。えー、プロセスがございます。こちらもイメージで私が学んだものを同じますと、ワーキングドラフトというのがワーキンググループの中でディスカッションされるということになります。で、このディスカッションをした後、あのディレクターという方が、あの、 キャンディディートですねこれを標準にするっていう,う判断されますと、このキャンディデートとしての議論が始まる。でキャンディデートリコメンデーションがあ、まあ、ディスカッションされまして、OK っていうことになりますと、プロポーズドリコメンデーションで最終的に REC、W3C リコメンデーションっていうのになると、W3C としてのまああの リコメンデーションになるというプロセスでございます。<Okay. S 1> えっと、このぐらいがイントロダクションでございまして、えー、もしご質問などがありましたら、下野さんが答えてくれるはずです。えー、この後は W3C ホットトピックということで、えー、約30分お話しいただきまして、その後後藤さんから ITF ホットトピック。 というお話が続きます。それでは下野さんにお渡ししてもよろしいでしょうかはい。えっ、ー、と、ではちょっと画面共有をいただきます。はい、で、まだ出てないですよね。出ましたでしょうかはい、出ております。はい。えっ、ー、と、W3C ホットトピック、ウェブトランスポート周りを中心にということで、えっ、ー、と、まあ、あの、適宜 あの質問のパネルに書いていただければ、横に表示して見ておりますので、そちらに何かありましたらお願いします。Web、えっとまあ、トランスポートを中心にというところで、まあ、背景事情とか、まあ、全般的なところも含めて、ざくっとご紹介させていただければなと思っております。でえっとまあ先,まあ、先ほどもありましたように、W3C では主にブラウザ向けの使用。なの 最近、使用を、使用書をマネージするツール、最近の使用書、IDL で API、JavaScript API のえ表記述をしているんですが、なんかその WebIDL で書かれた使用の API のところだけをガサッと抜き去ってくるみたいな、そういうツールですとか、いろいろ。 環境整備されてきているんですが、それの議論の中であったのが、今、使用書が500ぐらい、ブラウザで実装されている使用書が500ぐらいあるみたいな話もあったりして、まあ、かなりの本数があったりはします。で、えーまあ、w 3 c 昔、XML とかもやってた関係で、まあ、その後 RDF とか JSONLD とかもありますが、そういうデータ系の 仕様とかも結構ありまして車向けのオントロジーですとか IoT 向けのオントロジーみたいなところですとかあとは字幕とかそういうあのまあウェブブラウザで使われない字幕など などはエンペグに埋め込まれて、なんかテレビとかに流れたりする、そういうところなんですが、そういうブラウザ向け以外のデータの使用も結構あの扱っているというような感じではあります。まあ、というところで、ちょっと今日はのブラウザ向けというところで限って、大雑把なところざっくりとご紹介しようと思うんですが、大きなトレンドとしては、クイックやりなり、http2 の頃から、 ではありますが、まあ、なんかネットワークレイヤーとどんどん融合していって API ができていくなというような形になっておりまして、まあ今日の話題になっているウェブトランスポートとかもそうなんですが、ブラウザの JavaScript の API で高度な通信を行うようなもの、まあ昔は HTTP と HTML はまあ完全に分かれてて、まあ、HTML の方で 何でしたっけ XMLHTTP、んすみません、えっと、XHT だから、e、XMLHTTP、んなんか違うな、<laughs> なんかあの、AJAX とかいうような形であの、とりあえずファイルをリクエストして、ファイルが戻ってくるみたいな感じで、完全に切り分けられていたのが、今やなんか WebSocket、WebRTC みたいに、ほぼ重なったとあの、まあ、 融合したような形で使えるような API がどんどん増えてきているという形でそういうあの高度な通信自体を JavaScript で行ってしまおうというようなネットワークレイヤーとの融合がどんどん進んでいるのかなという気がしています。まあんでしょうあの IT 系で一番最初に学ぶ OSI の 階層分離というのはどこに消えたんだろうかというようなことを言う人はいらっしゃるかもしれませんが。で、それと並行して WebAsplatform と書きましたけど、さまざ、あ、まな新しい技術をどんどんブラウザでも使えるようにしようぜ。まあ、一番それがあのひ,どひ,どひどかったというかあれですけど、さまざまな方面に伸びていっ,た行っていたのは、まあ、 Firefox OS とかが出ていた Web as OS みたいなそんな時代でしょうか。あの、その頃に、例えば、スマホのセンサーにアクセスしたり、えっと、温度、ジオロケーションなりなり、様々なセンサーにアクセスするような API が追加されたりとかしましたが、それが、それ以降、最近、GPU とか機械学習とか、まあ、ハードウェアをどんどん使っていこうみたいなことが、 全般的に行われているところに対応して、WebGPU、これは GPU、アクセスして GPU に計算させる命令を、えー、JavaScript から使うという、まあ、半分ぐらいはベースにあるレイヤーのラッパーではあるんですが、そういう JavaScript の API とか、WebNN っていうのが、えー、WebNeutral な,な,な、ん あの機械学習用のニュートラルネットワークの API です。これはあの一番基本的なところしかまだあの使用書として書かれていないといいますか。ちょうどあの去年ぐらいに始まった活動ですのでまだ一番ベーシックなところしか入っていないんですが、行列演算みたいなところの機械学習の一番 ベースとなるところの API を JavaScript で叩けるようにするというラッパーみたいなレイヤーですかね。みたいな、えー、ハードウェア対応などの新しい、えー、JavaScript API がどんどん追加されていますと。で、えー、逆に、あのー、今日の一番大きな話題の一つにも関連するんですが、すでに入っている大きなブロックを分割して、なんかいろいろビルディングブロックを組み合わせて使えるようなこと,ことにしようというようなことも行われています。 まあウェブ RTC っていうのがあったんですが、コーデックいろいろ使いたいよねとか、まあ、後でも触れますが、ウェブ RTC だと、そこに、そこから出てきた画像を加工しようと思うと、なんかキャンバスに一回表,表示してから、キャンバスから画像で撮ってきて、それに、 色々変更を加えてまた戻すみたいなそういうちょっと無茶なことをやらないといけなかったのを、えー、ビルディングブロックを組み替えられるようにしていろいろ使ってみましょうみたいな、えー、ブラウザの中での対応が行われていたりします。あと、まあ、そ,うそういうさまざ、あ、まな新しい仕様書なり新しい技術の、えー、使うというようなのと並行して、えー、最近一番大きなトレンドといいますか問題 といいますか、激論の領域として、プライバシー配慮の拡大っていうのが、えー、広がってきています。まあ、あのサードパーティークッキーの廃止とか、まあ、影響を受けている方もいらっしゃるのかもしれませんが、そういうような、あの特にフィンガープリンティングを追加するような API や仕様っていうのが、かなりあの厳しく叩かれる、叩かれるといいますか、まあ、ん シンガープリンティングにならないように保護しないといけない保護した仕様を作らないといけないというような、えー、議論が行われています。でまあそういうところでサードパーティークッキー廃止したらそれどうするんだというところであのフロックですとかユーザーエージェントもうそこまでいらないよねというので UACH とかさまざ、あ、まな新しいものが検討されてきてはいるんですがなかなかあの そ,その新しい仕様を使うサービス側とプライバシー側の、えー、戦いが結構激しくて、ね、こ,これをどうやってどこに着地点があるのかなというのは結構日々揺れ動いているなという形感じはしているところです。というところで UACH とかも結構仕様書が細かくアップデートされたり、えー、新しいのが追加削除されたりしていますので。まああの もしそういう方面にあの関わってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ちょっと細かくウォッチをしていただければいいかなと思っております。というところで、ここで10分なので、えー、残り20分弱ぐらいで、えー、WebRTC 周りの、まあ、ウェブブラウザ側から見たら過去の流れと、今の、えー、やっていることっていうのをあのご紹介させていただければと思います。 まあ、あの先ほど最初にあの言いましたように、どんどんあの通信レイヤーが、えー、融合といいますか、まあ、JavaScript API からどんどん使えるように、えー、変更されてきていました。まあ、あとはあの高速化に対応したようなさまざまな機構が入っていましたと。でこ,こ,ここから数ページ、あの図は TPAC2021 に上がったスライドから取ってきておりまして、多分、ネットワークの専門家じゃない人が書いた。 図だと思っていますので、私から見てもところどころ、えって思うような表記がありますが、そのまま使っておりますので、ご容赦ください。で、まあ、あの一番、一番、まあ、あんまりあの API とか使わずに、えー、新しいのを使えるというのが、一番上の HTTP1 とか2から HTTP3 の変化。まあ、大きく TCP から UDP になりましたし、 HTTP2 の時代もまあ複数データを取ってきたりとかそこをどうやってあの配信を最適化するかみたいなのも入ったりはしましたがえそんなにそこまでそ,そ,そっち系が使われたというのは聞かなかったような気もするところです。で、えー、まあ HTTP3 といいますかクイックになって UDP になって 逆に言うと、ファイアウォール問題とかいろいろありますが、最近も HTTP3 が結構使われきてきているところじゃないでしょうか。まあ、ブラザーっていうか、ウェブページ側から見ると、あんまりやらないといけない操作は、ここのアップグレードでは変わらない。まあ、単にあのウェブページを作って、ウェブサーバーから配信してというような形なので、そこまで変わらないかなという。 印象になっているかなと思います。で、それと並行しても HTTP 2の頃から並行してですが、Web Socket というようなものが追加されていました。で、まあもともとあの Ajax とか そういう方面でいろいろデータ取りたいとか、まあ、ロングポーリングという懐かしい単語を入れてみましたが、そういうあのサーバー側からのウェブサービスへのプッシュなり、そういうようなウェブページとサーバーがまあ緊密に連携して動作するときに必要な機構をどんどん作っていきたいなというところで入れられた機構というような視点になるでしょうか、あのブラウザといいますか、ウェブページ側から見ると。 でまあ、こういうような機構を入れて、えー、過去のロングポーリングとかのクイックハックでやっていたようなサーバーとのやり取りをどんどん、えー、マッシブなウェブアプリケーションとして、えー、使えるようになっていったというのが、まあ、2010年ぐらいの、えー、流れだったと思います。で、えー、その後、まあと WebRTC という。 映像通信用ののプロトコルの出演がありました P2P、まあ、でどうやるんだとか S3 サーバーどうやるんだとか、まあ、いろいろ再度な議論はいろいろありましたが、まあ、どちらかというとまあよく映像通信ウェブブラウザで映像通信とか P2P のチャットビデオチャットをやるというような文脈で出てくる感もありますが一応あのメディアとデータと2つ分かれた、えー ブラウザ側から見ると2つ分かれたあのチャンネルを持っていて、まあ、データでファイル共有などのデータストリームを流すつ、チャンネルも形成できるようなプロトコルになっていました。まあ、なっていました、なっています。で、えー、映像通信、あの完全にあのブラウザから見ると、完全にあのメディアからメディアまで、えー、データをキャプチャーして流すところから、 データをブラウザに表示するところまであの完全にあのやってくれるというモノリシックな API になっていたのでまあそのこれができた当時はそこまでなんかいろいろな要求が出てきていなかったという事情はあったのかもしれませんが、えー、まあそれとあともう一つのその頃結構あのキャンバスにあの画像を入れていろいろまあ上長したり 編集したりして動画をブラウザ上で流すみたいなハックが結構頻繁に広まっていたのかなという気もするのでそれでいいだろうという判断があったのかもしれないなと個人的には思うところですがまあそういうようなあの出力画像を加工したりしたい場合とかはキャンバスとかに出して編集してというようなまあちょっとすごいことをやらないと。 すごいこと、まあ、その当時すごいことじゃなくてそれが常識だったのかもしれませんがそういうことをやらないといけないモノリシックな API が登場しました。で、えー、時は流れてというところで、まああのー、これが今日の一番メインのところなんですが、えー、Web ブラザー,、えー、ウェブサービスの開発側から見たウェブトランスポートっていうところを ちょっとご紹介させていただければと思います。で、えー、上に2つ図がありまして、上に WebRTC でやったらどうなるか、で下が WebTransport でやったらどうなるかというようなのを書いておりまして、えー、先ほども言ったりあり、WebRTC というのは、まあ、モノレシックな1枚スタックだったので、ソースっていうのが、まあ、例えばあのパソコンについた、えー、ビデオカメラ。 インカメラなり、USB でつないでインカメラからの総数をエンコードに、WebRTC 創出側のエンコードに直接つないで、その後じゃあ WebRTC やってねって言ったら、表示側ではデコードされた、すみません、これエンコードじゃなくてデコードですね、デコードされたデータがデータビデオストリームとして出てくるので、それを何かのキャンバスなり、何かのエレメントにつないで表示させてやる。 で、後処理とか、まあ、後編集したいならそこに無理やりかけて編集するみたいな形の構成になっています。で、えー、解体とモジュール化というところで、下の方がウェブトランスポートを使って同じようなことをやったらどうなるかっていうようなところなんですが、えー、合わせてあのウェブコーデックスという仕様も今開発されています。これ何かというと、えー、ブラウザが持っているコーデック、 まあ昔で言えば MP4 と,とかですし、今だったら AV1 とか、いろいろ新しいあのネットワーク通信に適したと言われている圧縮形式の動画のエンコーダーがありますが、ちょっと古くは VP8 とかもでしょうか。そういうようなさまざまなコーデックがウェブブラウザに載っているので、そういうウェブブラウザが持っているコーデックを直接使う。 というようなモジュールです。で、これに入れて、あのモジュールコーデック、このコーデック選んで、このコーデックにどういうパラメータを設定したりというところをやって、ソースからのデータをネットワーク上に流すデータに変換しますと。で、ここ、重要なのはモジュール化されているので、まあ、例えば、 あのまあ、もちろんそのウェブコーデックのコーデックのへの指令でキーフレームの数とか、えー、FPS とかを設定したりもできますし、えー、ウェブコーデックにつなぐ前後に WASM、えー、とか、えー、高速に処理できる <laughs> モジュールを使って前後処理を行ってまた再加工してやるみたいなことも可能になっています。でえー、それで エンコードされたデータをウェブトランスポートに渡しますと。で、ウェブトランスポートが相手側に送信してくれるので、相手側で受け取ったデータをまた Web コーデックなりなんなりのエンコーダーに突っ込んでデコードして、また必要だったら後処理をして表示するみたいな操作になります。というところで、まあ、あのブラウザ側から見るとあの、いろいろ選べる。で、まあ、買いレイヤーも ウェブトランスポートを使うのか、クイックみたいなものを使うのかとか、まあ、そういうところをいろいろ設定できるというような構成になったというような認識になります。まあななまあ、こういうところで見ると、まあ、何ブラウザー側から見ると何がいいかというとモジュールでいろいろできるようになったというのもあります。ので、えーと まあ新しい通信プロトコルとい,うのもという側面もありますが、ブラウザー側から見ると、こういうようなモジュール化になったというところも結構大きな変換点かなと思います。もちろんその別に WebRTC のリプレースとして、Web トランスポートを使わないといって、リプレースとしてしか Web トランスポートを使えないというわけじゃなくて、いろんなネットワーク送信、 まあウェブソケットのアップグレードとして、ネットワーク送信をウェブトランスポートでやるというのもできたりはしますのでえ、そこら辺はまあ、いろいろ新しい使い方ができるのかなとは思っておりますが、まあ、簡単に整理すると、こういうような、えー、ビューを持っているという形になっています。で、えここであのウェブコーデックス、あのビデオのところだけ入れておりますが、これ以外にあのウェブオーディオというのが去年、 バージョン1.0が韓国化されたの、去年か一昨年にバージョン1.0が韓国化されて、結構使えるんですが、Web オーディオというのは、Web コーデックと同じように、オーディオに特化したモジュールになっています。で、こちらの方は、あの、なんでしょうね、あの、音楽やってる方なら、ミキサーとマイクと、 シンセサイザーとかをケーブルでいろいろつないでミキサーのパラメーター変えて出したりとかそういうようなことをやっていらっしゃるかと思いますがそういうそれと似たようなことをあのえーオーディオのグラフを JavaScript で形成してさまざまなモジュールを通してかもしくはまあ MIDI とかそういうような 音声生成を通すからのデータも混ぜて、音を作るみたいな、そういうようなことができますのです、まあ、そういう感じであのもうさまざなモジュールを使っていろいろ形成していくというような方向に今なりつつあるというところではないでしょうか。で、先ほどから触れ、あでえっと、でウェブトランスポートっていうのが、まあ、新しく次入りますよというような。 な,なんで TCP が UDP の上に乗ってるんだとか、まあ、ちょっといろいろ気になるところあるんですが、えー、ウェブトランスポートの方もウェブトランスポートの中であの何を下で使うかっていうのはいろいろ選択できる JavaScript API になっているということを聞いております。で、先ほど出てきたウェブコーデックスを一応あの簡単にあのどんなものかというのを、えー ご紹介しておこうと思うんですが、えー、WebDev というあの Google 系のサイトに結構いろんな図入りの解説があったので、そこから図をもらってき,きたんですが、キャンバスとか、えー、メディアストリームとかからの入力を、えー、ビデオエンコーダーに入れて、えー、エンコーディットチャンクとして出てきて、それを使うというこの,あの水色の部分。 まあ水色の部分といいますか、実際はビデオフレームとエンコーディックビデオチャンクは入出力のデータの呼び方ですので、実際この,あの濃い青色のビデオエンコーダーというところが Web コーデックのモジュールの部分になるんですが、こういうような感じでビデオソースやストリームをエンコード、デコードするというようなことを。 だけを行うウェブ RTC みたいにあの垂直統合されたスタックではなくてこういう単体機能を行うというようなあのモジュールになっています、まあ。これもある意味言ってみればウェブ GPU と同じようにあのエンコーダーデコーダーを JavaScript API でラッパーした、えー、単一モジュールという ことで言えるかもしれないですが、こういうような感じで、さまざまな個別モジュールをどんどん JavaScript API として使えるようにしていくというのが今の流れになってきているのかな。逆に言うと、それでウェブブラウザ上でアプリケーションを動かす開発者にとっても、新しいあの組み合わせを使っていろんな発展したサービスを作れるような時代になっているのかなという。 え流れをちょっとと感じているところです、す、えー、すみません、最後まとめですが、いろいろ WSC としても、使用開発のアップデート状況を広く流そうということをやっておりまして、えー、日本語、英語ちょっと混じってはいるんですが、一番上番、月間サマリーということで、どういう仕様が今月アップデートされましたとか、出したニュースの。 リストですとかを毎月ここに上げております。で、半年に一度全体のサマリーということで、ダブルスイのあのやってる領域全体について半年に一度サマリーを出しています。ちょっと日本語は英語版が出てから1ヶ月後ぐらいにならないと出ない可能性がありますが、あの少々待っていただければ出ると思います。 であと、えー、下2つは英語なんですが、ニュースレターですとか、えー、ブログもありますので、こちらももしご興味ありましたら、ご参照いただいて、えー、状況アップデートの把握の役に立てていただければなと思っております。というところで、えー、お返しさせていただければ幸いです。はい、ありがとうございましたもしご質問などありましたら、QA の方に書いていただければと思います。 今この時間でなくても、あの後で書いていただければ、ぜひあのお時間設けてお答えできるようにしたいと思います。それでは続きまして、後藤さん、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、えー、少々お待ちを。はい、ご準備できましたら、画面を共有奪ってしまってください。ちょっと、ちょっと、ちょっと、結構。 W3C の中の言葉が私わからないのが時々あって、検索しながら聞いておりました。あ、大丈夫そうですね。では、後藤さん、よろしくお願いします。はい、えー、っと、改めまして、えー、っと、グリーの後藤です。えー、っと、ちょっとキーワードが難しいなと思ったんですけども、ITF におけるウェブとトランスポート投稿というテーマでお話しさせていただきます。よいしょ。えー、っと、ええー 自己紹介としては、グリーという会社でインフラエンジニアをやっていて、趣味で IETF の標準化活動を行っております。えー、興味の分野としては、Web、えー、とか HTTP、えー、クイック関連の、えー、活動に興味を持って追いかけております。うんえー、早速なんですけども、Web のトランスポート関連という、まあ、ちょっと <laughs> あまり聞き、 なれないような切り取り方をしてるんですけども、まあ、2つの、ね、観点を、まあ、枠がずれちゃってますね、えー、1つは Web で使われているいわ,いわゆるトランスポートプロトコルと関連として、まあ、Quick と HTTP3 えとか、まあちょっと悩ましいと聞き方が難しいんですけども、最近出てきているオブビリアス HTTP、えー、IETF でいうところのオーハイと呼ばれているような領域であるとか、あとはその HTTP を、えー、トランスポートとして、その上で、えー、HTTP 以外のメッセージを流すっていうような、えー、見方、 としてトランスポートウェブでのトランスポートという見方もできるかなと思っていて、えー、DNS over HTTP であるとか今回出てきたようなウェブトランスポート、えー、双方向メッセージングあるいは、えー、主に W3C のマルチキャスト、えー、コミュニティグループでディスカッションされているようなマルチキャスト系のテーマあとは、えー、マスク、えー、メディアオーバークイックみたいな、まあ、結構包括した テーマでまあ Web、えー、ITF でいう本当にトランスポートプロトコルを超えてウェブの世界で、えー、いろいろなものがトランスポートこう、HTTP があったかもトランスポート的に使われるような文脈もあるし、まあ、結構包含してこうウェブとトランスポートっていうと、こうそ今、 のウェブのこう最新技術の動きをこう包括したキーワードかなと思って結構たまに使ってるんですけどまあ皆様にとってこうイメージしやすい聞き取り方かはちょっとわかんないかなとは思ってます。えー、とまずはそうですね最近のここのここ数年の動きとしてクイックと HTTP3 というまあ大きなワークがありました。えー HTTP3 と QUIC HTTP なんですけども、先ほども出てきましたけども、HTTP3 では HTTP2 と同様に、HTTP のセマンティクスは維持しながらも、そのメッセージをやりより効率よくやり取りできるようにするプロトコルです。<laughs> えまあどういうことかっていうと、まあ、ゲットリクエストがあって、レスポンスが返ってくるって HTTP のセマンティクスっていうのは変わらないですよ。ただし、それを効率よく転送するっていうのが、HTTP2 でやってきたことだし、まあ、3でも起こっていることですと。えー、HTTP3 では、えー、UDP で動作するクイックというプロトコルをトランスポートとして使用します。っていうのが HTTP3 の超簡単なえ紹介になります。 でクイック UDP で動作するトランスポートプロトコルなんですけども、まあ、どんなプロトコルだったかというと、まあ、たくさんメリットがありますと、コネクション ID というクイックのレイヤーでコネクション ID というものを導入してコネクションを管理します。ファイブタプルに依存しないような通信の管理ができますというのと、 UDP 上で TCP のようなリライアビリティと t l s 1 3相当の暗号化処理を行いますが、えーまあ、そうですねいろいろあるんですけれどもパ、まあ、ケットロスに対してパケットの再送でなく必要なデータのみ送信し直しますとか、えー、アックがより情報量の多いアックができますとか複層、えー、制御は基本的には既存の複層制御アルゴリズムを踏襲していますその他まあ暗号化 の仕組みが、うん、難しいですね <laughs> まあクイックのパケットのほとんどの領域が暗号化されます。TCP ではフィンとかアップとか制御情報が見えてたのが、そういった領域とかも暗号化されますとか、UDP 使うんでよく聞かれるのがアンプ攻撃大丈夫なのって聞かれるんですけどもそういうのも対策されてますとか、あとはコネクションマイグレーション。 先ほども言ったように、コネクション ID というのでコネクションを管理するので、クライアント側の IP とかポートが変わっても、ハンドシェイクをやり直す必要はない,ないケースがないような仕組みがあって、それを利用すると、一応、コネクションのマイグレーションという形で、コネクションを維持したまま、IP とかポートを切り替えることができる。 えーまあ、分かりやすいユースケースで言うと、えー、w i f i から、えー、キャリア回線に切り替えるとか、まあえー、家に戻ってきたときに、えーまあ、YouTube の動画とかが途切れず、えー、そのまま、えー、見ることができる。まあ、YouTube、今、ちょっとコネクションマイグレーションが有効になっているか定かではないですけども、まあ、そういうようなコネクションが切れないで、えー、通信経路の、えー、マイグレーションができます。 いろいろな、えー、特徴があるんですけども、かいつまむとこういうような形になっていて、まあ、トランスポートとしてクイックを使うと、このようなメリットが共有できますと。http3 もこのクイックを最大限生かすような形で、えー、設計されております。で、えー、とこのクイックとか http3 で UDP を使うことでこう、まあ、すごい嬉しいことがあって、 今、絶賛 IETF で議論中なんですけども、データグラムという拡張仕様が今、ディスカッションされています。クイックっていうのは、トランスポートプロトコルとして、アプリケーションプロトコルのデータっていうのは必ず相手に届けます。まあ、もちろん切れたりは切れたり、コネクションがこうクローズされたら届かないこともあるんですけども、まあ、パケットロスしたりであるとか、そのようなことがあっても、 必ず、えー、アプリケーションデータは相手に届けるように設計されています、えー。ただし、まあそ、その必要はないケースがあって、えー、とアプリケーションデータも、まあ、パケットロスしたら諦めますみたいなアプリケーションデータの、も、ま、と、あ、もと UDP の上で、えー、アプリケーションデータをしゃべってたときにあるユースケース。 ですけども、まあ、そういうようなユースケースもカバーしたいっていうので、えー、とデータグラムという拡張仕様がクイックの、えー、拡張仕様として、えー、今ディスカッションされていて、今、ワーキンググループラストコールというところですね。えー、アンギダイアブルかつアンオーダードな、えー、データの送信を可能にするような拡張仕様です。 えー、とそれを HTTP 上で扱いたいというのがさらに議論されていて、えー、3つ目に書いているのが Using Datagrams with HTTP と。も、えと、ー、もと HTTP3 のみでサポートする予定だったんですけども、まあ、HTTP としてデータグラムをサポートするという方向に、えー、まあちょうど ITF111 e なんで、えー、夏ごろにあったミーティングで方向性が。 ね、そのような方向になっています、えーと。エンドツーエンドでデータグラムを HTTP で使えるようにする。えー、何かっていうと,、えー、と、クライアントに近い側,が側は HTTP3 で喋ってるけども、その裏は、えーまあ、HTTP2 でロードバランシングされてるかもしれないし、<laughs> HTTP1.1 でロードバランシングされてるかもしれないと。 なので、えーまあ、これを使ってウェブトランスポートの通信実現するかもしれない、するとする方向になっているんですけども、まあ、エンドツーエンドで、えー、プロキシーを超えて、えー、ウェブトランスポートの通信をしたいというような、えー、ユースケースがあるので、えー、今、えー、基本的には HTTP3 使っている区間では、アンギライブルかつアンオーダードな通信ができるんですけども、まあ、サーバーのロードバランシングを超えて、 ロードバランサーを超えてでも、えー、ウェブトランスポート通信を行いたいというので、えー、それはっか議論中です、えー。ちょうど先週ですね、ドラフト04というのが出て、えーまあ、中身の仕組みがまたガラッと変わって、ドラフトをまた読み直せて楽しいなというような、えー、期間を過ごしております。<laughs> えっとここまでが、えー、前段でして、えーっと、やっとウェブトランスポートのお話に入っていきます。えー、そうですね、ちょっと背景 をかいウェブソケットまでの紹介も含むんですけども、ウェブの世界で HTTP 使ってたんですけども、ちょっとリアルタイム性が、えー、単純に HTTP 使うだけだとリアルタイム性な通信が難しいですねと。基本的にはクライアントからリクエストして、サーバーからレスポンスを返す通信しかできなかったので、まあ、サーバー側で更新があったとしても、それをすぐに伝えられないという。 まあなんで、先ほどロングポーリングみたいな話もありましたけども、そういうようなえ仕組みで頑張ってたんですけども、それに対して w e b ソケット通信っていうものが出てきましたと。HTTP 上で w e b ソケットコネクション、セッションを確立して、双方向にメッセージをやり取りできるように、サーバー側で更新があったら、それをすぐさにえ、クライアントに送るようなことができるようになりましたと。 この WebSocket っていうのは、まあ、W3C 側で JavaScript のインターフェースを定義して IETF でプロトコルの仕様が標準化されるというような感じです。 ただし、クイックや HTTP3 といった新しいプロトコルが出てきましたので、そのウェブでの双方向メッセージングの世界でも、それらをうまく活用したいというニーズが出てきたというのが、まあ、ITF 側でのウェブトランスポートのディスカッションのコンテキストになります。えー、ざっくり、これも ITF の106のスライドですけども、えー、ピアツーピア。 まあが担いますとで。クライアントとサーバー間の通信では、えー、リライアブルかつオーダードな通信は WebSocket が今まで提供していましたけれども、えーと、アンリライアブルかつアンオーダードな、えー、通信というのは w e b トランスポートがにが担いますというような領域の違いがございます。えー というところでウェブトランスポートを標準化しようというのが IETF の、えー、起こっていることでウェブソケット的な、まあ、HTTP 上での、えー、双方向アプリケーションメッセージングの仕組みを提供します。でかつこう、えー、先ほども言ったようにアン g ア i ラブルかつアンオーダードな通信を行いたいので JavaScript の API もそれ用に変えなければいけないので、そちらの議論というのは W3C 側で進行しております。はい。えー、で、階層に、えーまあ、こうクイックとか HTTP3 とか WebSocket over HTTP2 とか、まあ、いろいろ何使うのだっけとっいうところから議論が始まりましたが。えー とチャットでご指摘いただいているのは、オーダードというのは送った順番がそのまま届くという意味でしょうかというのが。まあ、そうですね、アプリケーション。まあ、ちょっと難しいんですけども、えー、とクイックや HTTP3 だとストリームという仮想的な通信単位を持っているので、説明が難しいんですけども、基本的には、えー、TC、送った順番ってどのレイヤーっていうのがあるんで、また難しいんですけども、アプリケーションデータが え送った順番でえ処理される。えー、順番が入れ替わってみたら並び直された上でえアプリケーションに渡す。まあ、TCP とかは基本的にそうなってるのかなと思うの、ね、で、まあ、TCP と UDP の違いみたいなイメージでが一番イメージしやすいのかなとは思います。すみません、ちょっとチャットでいただいた質問を拾いました。Web、えー、トランスポートのユースケースで先ほど えー、動画の WebRTC との対比で、えー、ございましたけども、Web、まあ、トランスポート上で何を流すかみたいなディスカッションは結構あって、えー、とゲームの状態の、えー、シンクとか、えー、コマンドやチャットみたいなデータ、まあ、クラウドゲーミングという、えー、ステディア、Google が、えー、発案して開発中ということになっているステディアであるとか、えー、MMO やリアルタイムゲーム、もともと RUDP、えー で、実現していたようなものが Web、えー、トランスポットを使えるんじゃないかっていうディスカッションになっていたり、音声とか動画であれば、まあ、Twitch が、えー、絶賛開発中で、えー、どうやらまあ動画流す何かしらの、えー、ラッパー的なプロトコルを作ってるという話ですが、まあえー、インプット RTMP で受け取って、動画をアウトプット HLS とか、まあ、CDN で配信していたようなところを置き換えるようなところ。 ウェブトランスポートでやりたいとおっしゃっている方もいらっしゃいます。えー、とウェブトランスポートワージ、えー、ITF でのウェブトランスポートの標準化の、えー、ざっくりとしたタイムラインですけども、えー、2020年1月に、えー、ワージがフォーミングされまして、えーまあ、標準化していきましょうというのが決まりました。で今年の、えー、1月、 まあそこから何やってたのかっていうとみんなでアイディア持ち寄っていて WebTransportOverQuick ーーではこういうふうにできるんじゃないかってみんなで提案の持ち寄ってディスカッションして,ていたんですけどもまあそういうのが大体煮詰まってきましてインターリムー中間会議ですね2020年の1月に WebTransportOverHTTP3Quick オーバークイックであるのか、オーバー H3 であるのかっていうのを結構長らく議論してたんですけども、えー、オーバー H3 で標準化進めていこうっていうのが決まりましたと。えー、5月に、えー、と、YA、UDP 使う通らないところがあるから、フォールバック先必要だよねっていうところで、いや、WebSocket にフォールバックすればいいじゃんみたいなディスカッションもあったんですけども、えっ、ー、と、まあ、えー、5月にオーバー H2 の標準化をすすも合わせて進めていこうっていうのが決まってます。 IETF111 前回の夏ですね。またちょっとディスカッションの流れ的には H3 でもともと行くつもりだったんだけども、H2 も標準化することになったので、Web トランスポートっていうのを HTTP のスマンティクス上に定義して、HTTP バージョンごとに機能を特筆する方向っていうふうに決まりました。このディスカッションにちょっと、あ、実装状況ですけども、 ウェブトランスポートの実装状況は今、Chrome で絶賛開発中で、ぼちぼち、動いて皆さん、開発者の方はすでにお試しいただけるんですけども、広く使用できるシップのディスカッションがされているような状況です。 まあ一部の機能ですね。先ほど言ったように H2、オーバー H2 の標準化も進んでるんですけども、一旦オーバー H3 が動くというところです。サーバー実装も出てきているという状況です。えー、っとで、先ほどあったように ITF111 でどういうディスカッションがあったかというと、大きくレイヤードとインテグレ r a t e d というテーマがあって、 先ほども言ったように、もともとクイックオーバー H3 でプロトコルが設計されていて、後から H2 をサポートすることになりました。なんで、そこに H2 バージョンのものをインテグレーティッドするのか、そもそもそれとも2か3みたいなのがあって、その上に Web トランスポートを例ではどんな形で定義するのかっていうディスカッションがあって、 えそうですね。で、レイヤードな方向性になりますと。えー、先ほども言ったように、えー、セマンティクス上に定義して、H2 と H3 の利用に合わせて最適化を行うような、えー、設計になりました。まあ、1枚絵。えー、これはディスカッションの中で出てきた、えー、1枚絵ですけども、まあ、H2 の世界があって、その上にウェブトランスポートを乗っけましょうみたいな感じですね。 はいえー、とここまでがウェブトランスポートですね。まあえー、とせっかくの機会ですので、えー、IETF でその他どんなディスカッションがされているのか簡単に紹介したいなと思います。えー、とマスクワーキンググループというのがあって、えー、マスクプロトコルと言っていいのか分からないですけど、マスクという仕組みを、えー、絶賛標準化中です。 えー、HTTP3 上で、えー、別のプロトコルとネギングさせるような、えー、プロトコルの標準化を行っております。えー、また、それに必要な要素技術についても扱っていますと。えー、と、クライアントとサーバー,、まあえー、マスクサーバーみたいなのがいて、えー、そこの間は HTTP3 で喋るんですけども、その上で、えー、別の UDP のメッセージングをプロキシするような仕組みですね。まあ、これを使うといわゆる VPN。 みたいな仕組みができますと。えっ、ー、と、マルチプレックスドアプリケーションサブストレートオーバークイックエンクリプションの略ですけど、マスク。えー、仕様としては UDP プロクシングサポート for HTTP。まあ、HTTP でコネクトした後に UDP のパケットをそこをトンネルにするという仕様が絶賛ディスカッション中です。 同じ、えー、ウェブトランスポートと同じようにデータグラムの仕組み表を、えー、用いています、えー。エンド、ツーエンドで、アンドオーダードかつアンリライブルなデータ転送を,を実現するというのを、まあ、主に Google 主導でディスカッションしております。あとは合わせて、えーと、データグラム通信のプライオリティゼーション、プライオライティジョゼーション、 のスペックもディスカッションしていて、まあ、HTTP2 とか HTTP3 に馴染み深い人は、1、えー、つのコネクション上です先ほど言ったようなストリームというメッセージ単位を持つので、どのストリームが優先度高いんだっけみたいなのを、えー、しゃべるんですけども、えー、データグラムにはこう優先制御の仕組みがないので、えー、それを新しくつけようっていうのを。 マスクの文脈でしゃべられてますけども、確かウェブトランスポートのイシューにもプライオリティのイシューは立っていて、最初はアウトオブスコープだったんですけども、まあ、これをこうマスクの仕組みを導入するのかどうかっていうのは、えー 現在、えー、W3C の Web Transport Working Group で、えー、バイウィークリーでミーティングやっていて、僕はちょっと会員じゃないので、議事録見れないんですけども、雰囲気を見るとディスカッションされてそうな雰囲気を感じてます。後ほど、あの詳しい人がいれば教えてもらえればなと思います。えー、と続けて、メディアオーバークイックですね。えっ、ー、と、ITF のサイドミーティングがあって、えっ、ー、と、 ライブ映像をクイック上で流したいというサイドミーティングがあって、基本的にはクイックの上で流すんで、HTTP あんまり関係ないんですけども、まあ、ウェブトランスポートを使えばいいじゃんっていう人たちもいて、えっ、ー、と、各々、えー、アイディアを持ち寄ってディスカッションしているというような状況です。特に Facebook さんが、えっ、ー、と、 リライアブル・アンリライアブル・ストリーミング・プロトコル、通称・ラッシュというプロトコルを持ってきて、す、ま、で、あ、に実用されているそうですけども、結構それをきっかけにライブストリーミングどうやっていくんだっけ特にアップロードする方ですね。えー、と動画の配信者がアップロードするところ、その後は既存の CDN の仕組みで、オーバー HTTP で配信できるので、特にアップロードのところ えーまあ、クイックを用いたソリューションを標準化したいというのが結構盛り上がってますが、まあみんなやりたいことが違うので、えー、ディスカッションしているところかと思います。えっ、ー、と、すいません、ありがとうございます。w e b トランスポートのミニッツは、えっ、ー、と、軽く端書きが見れるんですけども、えー、ビデオとかが見れないので、ちょっと。 書かかれてる内容以上のものもが分からないあすいません、今チャットの、えー、メッセージを開きました。はい、その部分は拝見しております。あとは TPAC のない目にいつもなんか見れたり見れなかったりだなと思ってます。えー、すいません、脱線しました。次のテーマ、えー、マルチキャスト4ウェブサイドミーティング。えー、これは W3C が結構の、えー、っとコミュニティグループで ディスカッションされていて、ITF でも合わせてサイドミーティングを行っております。えっ、ー、と、赤前の方がすごい、えー、とトラフィックが多くなり,なりすぎていてい、えー、マルチキャストなソリューションを使いたいということで、えー、とマルチキャスト系のソリューション、えー、ITF の僕は全然詳しくないんですけども、MboneDYG でマルチキャストの、えー、インターネット越しで、 ブラウザに対して、えー、マルチキャストを行う、まあ、仕組みを持っていて、えー、WCC 側ではそれの API の使用をディスカッションするという、えー、役割分担になってますけども、お互い結構強調して、えー、ディスカッションしてます。まあ、その中で Web トランスポートとか、えークイえー、マルチキャストクイックであるとか、えー、そういうのをマルチキャストでは、えー、配信するためのマス 道具とししててディスカッションしてま,すまあ結構みんなモチベーションを確認している段階で、まあ、ITF のディスカッションの中ではちょっと参加者の規模を見るとちょっとそんな熱量は高くはないのかなとは思いますが、まあ、賛同者は結構いるなというところでこれから、うん、がんまあ面白いプロトコルだなと個人的には思っているので、えー、ウォッチしていきたいなと思っています。 まあ最後にですけども、えー、これは別のセミナーで喋ったスライドを持ってきたんですけども、まあ、クイックの w 活用はすごい進んでるなと思っていて、まるまるオーバークイックみたいなところ、まあ、ウェブトランスポートもそうですし、マスクもそうですけど、まあ、そういったところでこうクイックを活用していくっていうのが、Web、まあ、全体で進んでるのかなというふうに思います。 あとは今回あまり話ができなかったんですけども、プライバシー系の技術、まあ、マスクもそうですけども、えー、IP ハイディング、えー、クライアントの IP を隠すような技術とか、えー、経路上に、えー、出るシグナル、えー、観測者が何かを観測できないようにするっていう技術というのがすごい盛り上がっていて、まあ、この後も、えー、お話がありますが。えー I なんか Web 全体でそういうディスカッションをしていて、IETF でも、えー、そういった、まあ、IETF の領域でどういうことができるんだっけっていうの盛り上がっているので、これは引き続き盛り上がっていくのかなと思っております。すみません、結構脱線したり、えー、テーマが飛んだりしましたが、Web、えー、全体に、えー、関して IETF で今起こっているディスカッションっていうのは、こういったところがメインになるかなというところをご紹介させていただきました。はい。 えー、僕からは以上になりりりままますすああががととううごござざいいした結構、専門的な内容も含んでいて、なんか全体像は後でディスカッションに入らないと捉えにくいかなとは思いましたが、でもすごくディープなお話でした。えっ、ー、と、ちょっと頭をクールダウンするために、ここで10分。 10分休憩に入りたいと思います。10分といいますのは、始まりは17時10分から再開ということにしたいと思います。え、うん、はい、それではあの、ご質問などは引き続き受け付けておりますので、お願いします。では、休憩に入ります。はい、10分になりましたので、再開したいと思います。 ではスライドを私がお借りして、はい、第2部に入りたいと思います。スケジュールよりちょっと早めなので、ゆっくり議論できるかもしれません。えー、第2部ディスカッションでございます、えー。標準化動向と開発、動向を見て作るということをという話題でございます。えー、前半はかかなり情報量が多かった と思います。でちょっといろいろつなげる皆様の頭の中でいろいろつなげていくためにはですね多分ここのパートでちょっと俯瞰したもしくは中長期的な中期的な観点で、えー、捉えていく必要があるのかなというふうには思います。で実はですねもう参加者の皆様も豪華なのですけれどもあの ゲストがいらっしゃいましてですね、後でご紹介してまいりますで、その前に私のお話をちょっとお聞きください。まず、このお話の背景です。先ほど、中長期的とか、えー、俯瞰してというふうに私、申し上げておるのですが、それが一体なんでそんなことを言っているのかということをお話しさせてください。その後、ディスカッションテーマのご説明をいたします。こちら、今ご覧いただいている図は、 昨年度、今年の2月にあの標準化に関わるシンポジウムをあの行いまして、その時にお見せした図でして、えー、意外と日本といったらいいんでしょうか、産業構造といったらいいんでしょうか、に関する私の妄想構想を書いたものでございます。左側はこれまでの世界 でしてえー、世界でですねいろいろな方がですね議論して標準化される。標準化っていいますと、ついついこう自社製品がまずあって、その後他の会社とつなぐため、もしくは市場を考えて標準化していくっていう見方があるかもしれないんですが、そうではなくて、ですね今日ご紹介している標準化活動団体は、もうそこで議論して、そこで物事が決まるので、えー、そこをいかにキャッチアップしていくか,か、やはりその 業界での製品開発に関わってくると思っておりまして、まあ、そういうところでやってらっしゃる方が世界にいらっしゃるわけですね。で、デファクト標準みたいな形で実装も存在していて、えー、勝ち残っていると。勝ち残ったサービスが日本に来ました。で、日本に来ますと、まあ、もうすでに各国展開のノウハウももうすでに彼らは持っていてですね。で じゃあ来たところで我が国におけるニーズに対してどう答えましょうかという議論になってきます。得意分野はどう生かしますかとはいえですね、他の国でもおもてなしみたいな精神で作られたサービスに対して私たちにできることが何なのかという議論になるわけです。で、まあ、製品を作っていろいろ提供していくということでして、ただ、日本独自の技術開発もあります。でまあ、これは確かに重要でして自分 自身の技術というのがなければ、もう右寝習えではしょうがないのでえ、ただ後追いになってしまうと思うんです、私の観点ではですね。あの別に日本があの技術的にあの未成熟であるとかそういうのではなくて、タイミング、スタートの、えー、地点が違うということですね。で一方で、今日お話しいただいたりですとか、今日ご参加の、まあ、皆様も、ちょっとだいぶそういう方多いのですけれども、目指す世界は、 もう世界と通通ですと。で、世界はどういうふうになってて、日本の製品ってこういうふうになってて、どういうふうにサービス作っていったらいいのかなっていうのも分かっててやっていけば、そのスタート地点は同じなわけです。というような視点がこれから大事なのではないかということを私が申し上げて、この2月のシンポジウム、そして今年の勉強会等々をやっておるわけでございます。仲間も増えると。で もう一つ、2月の時の話がございました。アーキテクチャーという視点でございます。これはですね、2018年頃が発端なんですけども、NEWIP という単語がありましてで、活動がありまして、その時に私だけじゃないですか、思ったわけです。どこかの国のどこかの企業が考えた新しいアーキテクチャはあーはなんだっていう話もいいんですが、 振り返って私たち自身はじゃあアーキテクチャの視点で議論できてるんでしょうかと。でそういう、なんと言いますか、自分たちでも俯瞰して、この技術はこういう方向に行くんだなとか、こういう構造で作っていけばいいんだなっていうものがなければですね、何年経っても変わらないわけです。人が考えたアーキテクチャの下でものを作っていくということなわけです。別に自分が作ればいいかっていう議論だけじゃないんですけども。で、まあ、その、まあ そうですね政府では Beyond5G 推進戦略なども進められていて、これからアーキテクチャ議論が重要になってくるということが、もう認知が広まっている中で、じゃあ具体的なサービスはどうなっていくのか、それからセキュリティというのは、もう何でしょう、単に暗号化機能を加えればいいってだけじゃない世界になってきていると思うんですねあの。いろいろな側面でのセキュリティというのがあると思います。それから10年後の世界は社会はどうなっているんでしょうかという話もしました。人口の構造も変わりますし えー、IT 業界で開発のできる人口ももしかしたらこれから減っていっちゃったりとかして、えー、分かりませんけども、そしたらこう、なんとかこのうまくう私たちのやりたいことができるように考えていかなきゃいけない、そういう時に重要なのはあ、やはり横断的、俯瞰的、ある標準化活動に注目して、このドキュメントが通ったかよかったねっていうだけではなくて、 そもそもあのその技術分野、ウェブのトランスポートだったり、ウェブそのものだったりですと、こう横断的に標準化団体見ていったりとか、実装の状況、ブラウザの状況なんか見ていく必要があるんじゃないか、アーキテクチャの視点も重要なんじゃないかというようなお話をしたかったわけです。というわけで、動向を見て作るということというお話です。 本日のご発言は個人の見解によるもので、本日現在のものです。公、え、渉、ー、属組織のあ公式発表ではございませんので、ご注意ください。そして、本日現在のものですので、今後、仮にこの映像なり資料なりご覧になられても、あの時言ったじゃないかというのはなしですということでございます。まず1つ目、えー、こちらがです、ね、原点として持ってきたお話でございます。Web、えー、トランスポートとしての TCP 特異区。 中期的な視点で、えーまあ、クイックの前はですね TCP でこの Web のトランスポートがあの、まあ、実現できていたわけです。でじゃあ、クイックになったら、トランスポート、TCP の,あのはいいんですかっていうと、実はそんなことはなくて、えー、TCP で実現されてきたこと、そして目指してきたことが、実はクイックでどういうふうに実現するかという議論に、ITF ではなっていました。 で,ですので、ちょっと TCP の中期的な観点でのお話っていうのをいただきたいなと思いまして、TCPM の,のワーキンググループチェアをされているう西田さんにですね、本日お越しいただいております、お越しいただいております、オンラインなんですけども、あの以前あの、大津さんで、あ 皆様交えて勉強会なんかもさせていただいたことありますけども。では、西田さん、ちょっと中期的な観点で TCP にまつわるお話いただいてもよろしいでしょうか。今、ミュートを解除されて、ちょっと声がまだ聞こえないようです。ありがとうございます。 西田さん、もしかしたらですね日本からじゃないかもしれないですね。また音声が聞こえないようです。では、調整いただいている間に、私は。聞こえないですね。デバイスを調整されている。 えー、私、ワイドプロジェクトというところに学生の頃から入っていまして、えー、その頃からですかね、西田さんにいろいろ教わったりしておりました。西田さんの、えー、僕は外れておりますが、音声は聞こえないあ。西田さん、ゆっくり調整されて大丈夫ですよ。 えー、もしもうちょっと調整される場合にはですね、もう一つ先の話題を先にご紹介してから、またも戻ってくることも可能でございます。はい。西田さん、入筒外れてるんですけど、マイクのマークが動かないので、えー、もしかしたらマイクのデバイスがおかしいかもしれません。 はい。ありがとうございます。では、ちょっと順番を変えましてですね、大津さんのお話を伺おうかなと思います。でこの TCP のお話の後に、えー、プライバシー、先ほどですね、VRIBIASHTTP、えー、ですとか、パッコンのプロトコル策定の場での いろいろな仕組みの提案がどうもその背景にプライバシーがあると。でそのプライバシーの話題が私 ITF に参加してても突然提案として出てきていてなんでこの母フが開かれるんだろうっていうのはちょっときょとんとする場面がありますがちょっとですね大津さんのお話を伺ったりするとですねなんでそういう話がそういう標準化 の場面で提案が来るのかとか分かってそうな感じでしたので、ちょっと大津さんにこちらもできれば中長期的な、中期的な観点でお話し伺えればと思います。<laughs> 大津さんどうもありがとうございます。あ、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。あ、かった。あ、西田さんは、ね。<laughs> 西田さんの声はまだ聞こえないようなんです,めです、ね。そのヘッドセットの音声がどうも入ってないようですね。 あじゃあ先に私ので,、はい、で引き続きすみません先に大津さんお願いしますはいあのー、えっとヤフーの大津と申しますよろしくお願いします、はい、あのちょっと久しぶりにあのオンラインのしかもパネルディスカッションって初めてなのでちょっと勝手がよくわからないので、えー、もし何かあのまずいことあったらよくご了承くださいねあのー、まあ私昔はクイックとか HB2 とかやってたんですけど今あの主に、えっと、先ほど国村さんからご紹介あって があったこのプライバシー技術ですね、プライバシーサンドボックス、主にグ、まあ、あの Google さんがあの提唱している技術群なんですけれども、まあ、そこを今 W3C の、えっと、コミュニティグループの上でいろいろ議論なり、えーまあ、テストなりを行っているところです。でえっと、先ほどちょっと、えー、話ありますけど、サードパーティークッキーという、まあ、今まで、まああの どの、えー、こうオリジンでもこうなんていうかなクッキーを全部送れたっていう、まあ、ある意味、牧歌的にインターネットってすごくなっていた状態を、まあ、そこをもっと厳しくして、えっと、ユーザーのプライバシーに配慮しようという、えっと、機運が高まってきました。で、中長期的にっていうふうに考えると、やはり一番大きいのはあの法整備ですね。まあ、GDPR をはじめ、カリフォルニアの CCPA といったところ。 そしてまあ日本もあの個人情報護法、今度改正されますけれども、そういったところで、プライバシーがまあ今まで、あまりにもこうなおざり、インターネットの世界というか、特にウェブの世界ではなおざりになってきたと。皆さん、広告見てて、自分が検索したり、なんかちょっとクリックしたやつがずっとこう追っかけられてると、なんか気持ち悪いなだったりとか、買ったばっかりなのになんでまた広告出るのっていうふうに思ったりとか。 えっといきなり大きな広告が画面にガーンと出て、えー、すごいなんか嫌な思いしたことがあったりとか、まあ、あとちょっとやっぱり見るのが耐えられないような画像が出ている広告だったりとか、まあ、そういうところの根本はやっぱり自分がいろいろブラウザを使っていろんなサイトを見た履歴だったり、好みだったり、自分の属性だったりとかいうのがだだ漏れになってるんじゃないかと。えっと、そういっったところの体験からやっぱり プライバシーを、えー、きちっとそのウェブの上でもきちっと、えー、個人の情報が漏れないようにしようとでいうようなところが、まあ、最初のスタートです。はい、なので、えっと、そういったところを配慮するために今、先ほど言ったようにウェブトランスポートというかもうクイックというすごい、えー、機密性の高くてでしかもこうネットワークが弱いところでもきちっと通るような。 そういう土管がきちっとできたわけですから、それを使ってユーザーのプライバシーを守ろうというのが、まあ、今のこれからのステップじゃないかなというふうに思っていますありがとうございます。プロとコールの策定の策定意図といいますかあの、レーショナルといいますか、動機みたいなものと、それからブラウザにおける実装が結構密接なんですね。つまり プライバシーっていう観点においては、そのまあ、クイックができていて、あと、さっきの WebSocket の説明で私結構納得したんですけど、あのいろんな用途で Web のプロトコルが使えるので、えーまあ、そこからいろんなアプリケーションができてきて、そうすると、まあ、チャットの内容を見てみたり、検索内容を見てみたり、えーとまあ、下手すると、 まあクッキーを使って、この人がどういうウェブ上のコードを取ってるかっていう、ブラウザ上のデータを使って見ていくみたいな、でそういうのに対して、各々のプロトコルだったり、実装だったり。 まああんまあ、セキュリティ機能だったり、まあ、今までセキュリティと呼んでたのが、プライバシーのための技術みたいな感じになってきたんですかね。なんかそんな形で、ウェブ技術の高度化とともに、プライバシーもブラウザも気にするようになってきたってことなんでしょうかね。はい、そうですね。えっと、まあ、えっと、まあ、高度化というか、今までまある意味、えっとこう、なんていうかな、全く制限がない状態だったと。 えっと先ほど言ったクッキーというのは、基本的にはファーストパーティー、今が見ているところに関して言うならば、皆さんあのショッピングして、ショッピングサイトにはやっぱり自分がなった購買利益が行くのは、それはしょうがないと思うんですけれども、それが全然違う、第三者のところに行ってて、それがずっと集められてて、それをいろいろ処理されてたっていうものに対する嫌悪感ですね。そこをきちっとしようと、ファーストパーティーとサードパーティーだったりとかいうもののその境界をきちっとはっきりさせようと。 いうので、えっとまあ、通信のレイヤーもそうですし、そのブラウザーの中の、えっと、パーティションっていうような形も、えっと、そういうような形で区切っていこうと。すべてをそういうようなファーストパーティーとサードパーティーといったところで分割していって、その間は、まあ、ある意味、まあ、最低限必要なものの情報だけをやり取りするというようなあの流れになってきていると思います、うん。ありがとうございます。この辺り、下野さん、後藤さん、あの どのようにお考えになって聞かれてましたか、えー、とじゃあ、最初、下野さん、お願いします。そうですね、やっぱりあの、まあ、法律もありますし、プライバシーファーストみたいな認識がだいぶ増えてきたのかなということは思います。まあ、その先ほどの追跡という話もありましたし、あと、やっぱり個人特定できるような情報を。 を渡すのも、えー、やめようみたいなところもありますし、そういう全般的にそういうところに配慮して、えー、やって新しいものを作っていこうというところが重視されてき始めて、まあ、重視されてきているのかなというところは常々感じているところです。でまあ、古いプロトコルとか古い API をどうしようかというのが、やっぱり、まあ、サードパーティーは廃止の流れですが、 これからあとどういうふうにあのアップグレードされていくのかとか、廃止されていくのかっていうのはちょっと気になって注視しないといけないのかなというところは思ったりはしています。ありがとうございます。お父さん、いかがでしょうはい、ああ、振られると思ってなくて <laughs>、ちょっとあすませんボケとしてたんですけども、まあ、そうですね。結構まあ プライバシーサンドボックスが結構広告の文脈で語られることが多い気がしていて、まあ、そちらの方の、まあ、広告どうやっていくんだっけっていうのももちろんいろいろディスカッションされてはいてまあそういう中でまあなんか Web とこう経済とこう Web の健全性みたいなところは結構どうなっていくんだろうなっていうのはちょっと遠巻き眺めてるところがありますね。 ありがとうございます。えっ、ー、と、西田さんが端末を変えられたようなので、ちょっとお話を伺っていきたいと思います。西田さん、聞こえますでしょうかえー、聞こえてます。こちらの声は聞こえてます。はい、聞こえてます。ありがとうございます。よかったです。良ければですでは。はい、TCP のお話に戻りたいと思います。重機的な観点で。はい、よろしくお願いします。 はい、えー、西田と申します、えーと。今ですね、私はね、えー、AWS のシニアアプライティスサイエンティストということで、ネットワークパフォーマンスとか、そのネットワークのキャパシティの計測みたいな仕事をしていて、その傍ら、ITF のアクティビティとして、TCPM ワーキンググループのこちらとか、昔は m p t c p ワーキング,グループのこちらなんかをしてました。 その関係で、まあ、TCP とかクイックの関係とかいろいろ見てるんですけれどもその中長期的な観点でっていうのはどういうふうに答えたらいいのかちょっとわからない部分はあるんですけれどもそのよく聞かれる質問がそのクイックを使うと例えば TCP の性能は今後すばになっていくのかみたいな質問を例えば聞かれたりするんですけれどもその個人的な関係 からいくとそのクイックを使うとあの比較的小さいデータの転送 100KB とかそういう転送に関しては多分スピード上がると思いますけどあの大きなデータ 1MB とか 100MB とかそういうある程度大きなデータを送るときていうのは今のところそんなに差が出ないんじゃないかなという気がしてます。例えばなぜそう思うかというとは TCP とクイックの同じ、ほぼ同じ複層制アルゴリズムを使っているので、そんなに大きな差が出る要因というのが、一応、プロトコルスペック的にはあの見当たらないという感じがしてます。それから、その今現在、まあ、クラウドフレアとか、えー、Facebook とか Google みたいな、あの、どこのカンパニーブログを見るとあ、うちクイックに切り替えて転送性能すごい出だよっていうような。 発表が出ててクイックに切り替えるとなんかすごいことが起こりそうな気はするんですけれども一方そのアカデミックの方でオープンソースのクイックのコードとか使ってみて転送実験してみると TCP よりも全然性能出てないというような話もあったりしてこれ一体どっちが真実なんだろうというような気がしていってましてで最近出た面白い論文はその両方の研究成果を見てじゃあサーバーを そのクラウドフレアとかェイスブックのプロダクションサーバーにしてクライアントオープンソースにしてつないでどういうふうな結果が出るかというのを実験した研究論文とかってこれは結構面白いなと思ったんですけども、まあ、結論だけ簡単に説明するとそのクラウドフレアとかフェイスブックとかグーグルでやってるのはクイックの,その市販オープンソースで出てるサーバーをさらにかなり限界までチューニングしているという感じでその パラメーターチューニングとかを最適な環境にしてかなり高性能を出してる。で、そのオープンソースのクライアントの方で、そこにつないで性能を出そうと思ったら、クライアント側もそれなりにチューニングしないといけないという感じになっていて、それからあの同じようなチューニングでつなぎに行くと、Google のサーバーにつなぐときは性能が出て、例えば Google のクライアントを使って、Chrome サーバーを使って、Google サーバーを使うとめちゃくちゃ速いけど、Chrome サーバーを使って Facebook につなぐとめちゃ遅いとか。 そういういい問題も出てきていて、きのこの辺の問題っていうのはそのクイックというプロトコルがまだちょっとプロトコル自体が少しまだ標準ががっちり固まったもんではないのでちょっと実装によって結構揺らぎが出ててで実装感の差異とかもまだ結構あってその部分で性能が出ない性能出るとしたらかなりその細かくチューニングを しなななないいいと出ないんじゃないかなみたいな論文が出ていて結構面白いな面白い視点だなと思いましたでその今後 TCP がクイックに置き換えられていくかっていうのはもよく聞かれる質問なんですけどもあのえウェブなんかはもしかしたらそのクイックが知るになっていく可能性がありますね例えば Facebook はなんかもかなり75%ぐらいのトラフィックをあのクイックに切り替えたみたいなことを言ってますし ただその他のアプリケーションいくつかアプリケーションが後藤さんからもありましたけど RTP に使いたいとか BGP に使いたいとか RTP に使いたいとかっていう話はあったと思うんですけれどもこれをがどれだけ進むかと、えー、でこういった傾向がまた今後どれだけ進むかいうのはまだちょっと疑問を感じてましてそれは今 TCP でもあ,のある程度のアプリケーションうまく動いてるので。 それをわざわざクイックに切り替える持ちんどくさいモチベーションがどれだけあるのかという感じがしてます。で、まだで今のところそんなにそのコクロックで性能出てるっていうのは大手のベンダーだけなんでその一般の人たちがどれだけクイックに切り替えクリックをちる様子をアプリケーションとかに切り替えていきたいかっていうのは今のところよくわからないなという感じがしています。 でそれからまたよく聞かれる質問がクイックにできてクイックに TCP にできないことはみたいな話があるんですけどまあそのさっき後藤さんプレゼンでいくつかあったんですけれどもあのマルチホームみたいな話もあるしセキュリティが強化されているとかそれからコネクションマイグレーションがあるとかマルチストリームになってるとかパーシャルリライアビリティがあるとかいろいろあるんですけれどもこれらの機能は確かに TCP ではちょっと弱いとも言われてる。 部分なんですけども、あのじゃあ TCP に絶対できないかっていうと、それはまた難しいところで、TCP も各オプションがあって、拡張機能があるので、もしこう,こういったコネクションマイグレーションの機能とかが重要だったら、まあ、拡張機能を使って実現できないことはないので、その,あのどうてクイックにできて TCP できないことっていうのが、そんなに多くない感じはしてます。だから需要があったら TCP も同じような機能を実装してくるだろうし。だから将来に 定期にわたってあのクイックが圧倒的に有利になるっていう局面がどれだけ出てくるかっていうのはまだ疑問に思うところがちょっとあります。で逆に TCP にできてクイックにできないことっていうのはあるんだろうかって考えると今のところまあ暗号復活しない通信っていうのはできないとかあの例えばあとは TCP ってかなりハードウェアアクセラレーションの,あの資産がいっぱいあってあのニックカードに TCP の簡単なロジックが入ってて TCP トライブだとめちゃめちゃ早く処理できる。 っていうような機能があったりするんですけどもそれがクイックに関わるとその資産が全然使えないのでハードウェアアクセラレーションの性能を上げるっていうのがあの,の UDP での,あのハードウェアアクセラレーションの機能ありますけど TCP のハードウェアクセラレーション長い歴史があるんでそういうレガシーが使えないっていう部分でちょっと不利かなっていう部分はありますけどこれらにしてもクイックの需要が高まってくると、まあ、解決していくので結果その あどちらか、がよいかっていうのは分からないです。あそうですね。今クイックの今、クイーン &A であったのがエンハンスメントプロキシみたいな話でしたっけえっと、これは、えっと、坂根さんから質問で、そうですね。プライバシーの話とかもあの強化されるって話がありますね。で、これらの話に関して、その、 中長期的に考えていくと今の時点だとかなりその未知数の部分が多いです。クイックの実装についてもまだその完成度がそんなに高くない感じがしてましてあのそれからクイックの特徴であるコネクションマイグレーションとかそのマルチストリープとかそういった機能をまだ完全に使いこなしてるアプリケーションというのはまだできていないので。あの このクイックを使うメリットというのは、今のところはまだできていないので、今後、これらの機能を使ったアプリケーションとどれだけ出てくるかっていうので、クイックの将来っていうのが大体見えてくるんじゃないかなと。今はちょっとこう流行りものみたいになっていて、少し傾向を見分けづらいという感じはちょっとしてますね。はい。ありがとうございます。えー、っと、そうですね、西田さんのお話。 えー、思われることのある方、ちょっとお話をってみちゃうかなと思います、えー。大津さんいかがでした？あ、TCP とクイックの話ですか？はい。あ、はい。えっ、ー、と、まあクイックはだからえっ、ー、と、まあ、かなり先ほど先ほど言いましたように、えっ、ー、と今までやっぱり RTT が、うん、すごく影響されてた部分とか、あパケットレスが多いと、うん、いったものに対して、まあかなり その TCP に対して優位性があるというので、まあ、先ほどあのマスクってえっと説明あったと思いますけれども、あれを使ってこうアップルがあのプライベートリレーっていうのを最近ですね、あの導入してきて、えっと、iCloud のこう契約者にはアップルのプロキシサーバーを経由して、えっとこう えー、まあ、IP を匿名化して、あ,あ,あらゆいジオ、ジオ IP の部分にこう主役して CDN から出すみたいな形のサービスを出してきたり、まあ、Google もそれを用意してて、えー、誰がどこからアクセスしたかっていうのは分からないような形にしてきてると。これ、今までの TCP だとなか、あの、もう、まあ、一応、プロキシみたいなもあったんですけれども、結構使い方が限定だったっていうのが、もう全面的にサファリのリクエストはそっち側に、えーと、マスクの上に乗っけて、えっ、ー、と、 CDN からあのリクエスト出そうみたいな、そういうような世界が来てるなという感じしますね。で、まあ、TCP に関して言うならば、まあ、絶対残らない、まあ、ファイアウォールもある、エンタープライズ内だともうあのクックが通るところっていうのは結構あのあの一部だと思いますし、やっぱり MTU の問題で、やっぱりいろいろトンネルトンネルで VPN 貼ってるとクイック通らないところも多いので、まああの TCP とクイックというのはあのずっと両立していく、まあ、フェールバック先としての役割というのはあのずっと永久に残り続けるのかなというふうに思ってます。ありがとうございます。えっと、ちょっとお時間が来ておりますので、えー、次の話題にいきたいと思います。でも、実はあとでちょっと関わりのある話題がありますので、そのまま、はい聞きたいと思いますあ。西田さん、その前に今、時差といいますか、今そちら何時なんでしょうか。 あ今夜中の1時40分ですねすみません。では、ご無理のない範囲で、うん、あのいらっしゃっていただければと思います。はい、大丈夫です。ありがとうございます。では、えー、これがメインといいますか、ディスカッションのメインパートのテーマです。開発者の観点では、これからどうしていく,のくといいのか、どうしていくとっていうのはどういうことかと申しますと、私のお話は、えー、ちょっと俯瞰して、 えー、一つの技術要素だけじゃなくて、えー、この分野として、えー、W3C も ITF ももしかしたら他の、えー、標準化活動に関しても視野に入れていく、その上で私たちがサービスですとか、プログラムを開発していくというような観点でどうしていくのがいいのかという話題です。えー、3つほどテーマをご用意しております。えーで 最初に第1部の方でお話しくださったお二人にお答えいただこうという趣旨のパートでございます。1つ目、標準化される仕組みの動向を中長期的な観点で捉えると、そこにはどのような軸があるのでしょうか。やはりユーザーにとっての利便性でしょうか。互換性でしょうか。でえー、あまりこう一つ一つお答えいただくとです、ね、時間がなくなってしまうかもしれないので、あらかじめお答えをいただいておきました。じゃん。 まず、後藤さん。ね、ウェブの進化として、あすみません、読みますね。<laughs> パフォーマンス、えー、セキュリティ、プライバシー、今までできなかったことができるようになるが大きく分けてあると思うということです。いかがでしょうか。そうですね、なんか、まあ、大きく分けて、そういったところが多いかなとは思うんですけども。 こういう観点を挙げつつこう誰の視点なのかって結構大事だと思っていてこう Google の思うプライバシーなのかこう Apple の思うプライバシーなのかによって結構こう捉え方が違うなっていうのがあるんでこう,こう進化とか軸がまあこうステークホルダーごとに違うのでなんかこうそれを見極めながら見るのが大事なのかなって思い って何だろうな、質問の答えになってるか分かんないですけどこう人、人とかステークホルダーによって軸が違うが、大きく分けてこう,こういう4つがあるが、それ自身もそれぞれが思うパフォーマンスとセキュリティなんだなっていう感じはします。もちろんみんなでディスカッションしながら、標準化は進んでいきますけど、ありがとうございます実はこの一つ一つまさに深掘りしていいきたた話題かなと思った次第です。 下野さんいきます。ユーザー要求やハードウェアなどの新技術の発展による変遷だとおっしゃっています。いかかがでしょうか実際のところあの、ブラウザっていう側面で見ると、HTML ってもうほとんど変わってなくて、実際増えてるのはなんか API が増えたり、なんか新しいハードウェアを使えるようにしたりとか、まあ、もしくはあの CSS とかですと、こんな。 新しいサイ,サイトの構造があるんだけど、そこでこういうのがあれば便利だなみたいな、<laughs> あのまあ、画面サイズ変わっても同じように書けるようなものに対応するために単位が大量に増えていってたりしますが、まあ、そういうような,なんか2つの側面はあるのかなと思ってみてはいます。まあ、両方でちょっとあの毛色が違う流れだと思うので。 軸としてはその2つなのかなというところを考えています。ありがとうございます。えー、では、次の話題に行く前に、なんか大津さんが話したそうな目で見てらっしゃるんで、いかがですか <laughs> そんなつもりはなかったんですけれども、<laughs> まあ、あの、先ほど後藤さんが言われたことってま、まさにその、 えと僕が今直面しているところで、アップルが目指すプライバシーとグーグルが目指すプライバシーというのは、まあ、基本的に全然違います、えーと。エコシステムを破壊する、まあ、破壊しようと言っているわけじゃないですけど、結果的に破壊してしまうアップルと、まあ、今まで、えー、と広告なりこう、いろんなエコシステムでインターネット上でお金を受けてきたねというのをベースとしたグーグルというのは、基本的には全然プライバシーに対する。えーまあせん その境界線が違うといったところですね。で、えっと、我々はブラウザーを持っていません。えー、基本的にはサファリか、ク、え、ローム、あと、ファイアボックスの文字や、今この3つ的なのがベースになっていることが多くて、えーと、その中でやっぱり、えっと、我々が今使うのはどういうようなユースケースがあーその中心で、ステークホルダーは何なのかといったところで、軸を見ていく形になると思います。はい なので、先ほどありましたように、えっと、通信、今日はトランスポートの話だったので、通信なんですけど、通信は出す方と,、えっと受ける方が両方あるんで、必ずみんな手をつなぐんですね。なので、クイックなりウェブトランスポートっていうのは、必ずみんな互換性があるように作る。まあ、それに向けてみんながってやるんですけれども、それができた後の世界っていうのは、 各ベンダーがやっぱり自分たちのえっとビジネスモデルなり、ステークホルダーなりにをえっとそれをどう使っているかっていったところにこれからなっていくので、そこに合わせを間違いなが間違いずに見分けながらあの考えないといけないんじゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。では次の話題いきます。ウェブトランスポートには講義の取れ方があるようです、ありそうです。ちょっと見方を変えてみます。 ウェブにまつわるさまざまな技術がある中で、標準化活動において策定される技術は、どういう立ち回りをするものなのでしょうか、えー、仕組みを先導するものですかということに対しては、じゃん。徳さんは、クラウドの親和性、クラウドとの親和性、中継用と検閲対策、汎用性といった観点で HTTP が利用されているということですが、いかがでしょうか。 そうですねこれまあ今回、まあ、HTTP みたいな話でこうそういった技術が出てくる中でえっ、ー、とまあアーキテクチャがどうなっていくんだっけみたいなまあこうインターネットのアーキテクチャっていうとひどい話になっちゃうんですけども。 えっと、まあ、よりかは結構、皆様が言われるようにこう、HTTP の上で何かやるシチュエーションが多くなってきて、じゃあそれ本当に HTTP の必要性あるのみたいな話が結構出てくるんですけども、まあ、標準化をする上でも、まあ、HTTP をわざわざ使いたい人たちがたくさんいて、えー、HTTP、まあ、ね、まあ、DOH とかもそうですけども、えっ、ー、と、HTTP p を使いたいモチベーションとして、まあ、クラウドの親和性スケールするような仕組み、まあ、既存のこうクラウドの仕組みを、えー、使いたいんだとか、まあ、中継、えー、先ほど、まあ、マスクでしゃべったように、う HTTP で中継させてみたいな話とか、HTTP 通しちゃって、まあ、何が通信されているか分からない、等、ま、和、あ、みたいな技術とかもたくさんありますけども、まあ、Google とサーバーと通信してるんだから。 って言って、中身は全く違う通信をしてる。クラウドフレアの CDN と通信してるんだからって言って、別の通信をしてるような検閲の対策とか、まあ、汎用的な実装がたくさんある中で、まあ、HTTP を使いたい、使う構成っていうのが結構アーキテクチャ、新しい仕組みが出てくる中で、結構それが大事な。 前提になって進められていくところは多いのかなっていうふうに見てますアーキテクチャのディスカッションの中ではい。ありがとうございます下野さんは Web Transport WebGPU Web Neural Network API ですねなどなどにある程度共通ですが既存の仕組みのブラウザ JavaScript 向けのラッパーあ言い過ぎと書ってありますか。いかがでしょうか なんか、あの、前からですけど、だんだんと何でもかんでもブラウザでできるようにしちまえというような、なんか流れがあるので、な,なんでしょうね、アーキテクチャー、ブラウザとか、ウェブのなんか構成って、イ <laughs> 5とか言ってた時代に比べると、なんか、なんでしょう、もっと、 OS に近づいちゃったのかなみたいな感じもして私ね立ち回りというよりは新しい何か外側でものが出てきたのに対応してどんどん取り込んでいくというような感じなのかなという気もするところなんですよねでまあ動画とかもそうですしどんどんコーデック 組み込みが増えていきますし、最近だと 3D モデルをブラウザで表示できるエレメントを新しく追加しようみたいな提案が WebKit から出てたりとか、そういう、うん独自進、独自進化というとおかしいですけど、な内,内部的にあの、まあ、全く新しいものを考案してというよりは、外、 と含んだ全体的なエコシステムの中で発展していく感じなのかなというので、まあ、ネットワークレイヤーもそうですし、それ以外のデータフォーマット、アプリケーションレイヤーとも合わせてなんか策定されていくのかなという気がしているところですありがとうございます。では、最後の質問。 ウェブ開発というと、ライブラリを利用するイメージがあります。でも、中身を知っているのと知らないのとでは大違いですよね、えー。国際的な動向に配慮して、具体的にはウェブやウェブトランスポートの動きを知っていくには、今後どうしていくのがいいでしょうかというご質問に対して、お二人の答えはこちら。小さんは、ユースケースを知る。誰、過去ステークホルダーがどこで議論しているかを知るということですが、いかがでしょうか ですね、まあ、結構やっぱり追いかけるの難しくて結構こうこそのどこでディスカッションされてるよっていうのをこう言うのはすごい簡単なんだけども <laughs> すいません結構あーなんかこうユースケースとか背景なんでウェブトランスポート出てきたんだっけとか グーグルはこう,こういうような理想で頑張ってるとか、結構そういうのを分かると追いやすくなるなって思うし、まあ、今回のセミナーでもそういう話が、えー、少なからずできたのは良かったかなと思うし、まあ、何ですかね、なんかこう頑張るんで、僕ら、なんだろうな、喋れば喋るほど、お前らがもっと情報発信しろよとか言われるからで <laughs> <laughs>、まあ頑張っていきますが、まあそうですね。 ま、そういった話も我々方でしていければなと思ってますが、まあ、追いかける人に向けてはなんかそうですね。ユースケースとかこう話の流れを理解するっていうのは、結構追いかけていく上で大事だなと思ってそういう話をすることが多いです。はい、ありがとうございます。いかかってます。えー、下野さんは注視したい方向けには github をフォ。ロー 概要とか大きな動向という意味では W3C でまとめて出している文書とか IT 系ニュースサイトとかということですが、お願いします。そうなんですねあの、そのユースケースとかどうやって出てきたのかみたいなところが分かると、やっぱり分かりやすいというところで、まあまあ、わ私、W3C の中にいるので、W3C から出ていく。 動画とか、あの、トークの録画とかは結構目に,目にしたりするんですが、そういうところで解説されてますよっていうだけではちょっと不親切なんだろうな、なんだろうなというか不親切だよなと思って、えっ、ー、と、こういうところでいろんな話を、いろんなとこでいろんな話をさせていただくようにはしてはいるんですが、なんでしょうね、やっぱり、あの、興味が、 ある方は自分で見ていただければ非常にありがたいなというのが正直なところなんですかね。まあ逆に言うとこういう情報発信があるといいなというのがあればコメントいただけるとこちら側としてもどういうニーズがあるのかというのが分かってありがたいなとは思うところではありますありがとうございます。 ちょっとこの話題について西田さんからもお一言いただいてもよろしいでしょうか西田さんもうまさに国際的な企業の中で同行はもう追われている上でのお仕事だと思うんですが、えー、そうですねはい配慮していくというかその例えば情報を得たいと思ったら基本的にやるべきことは情報を発信するってことです、ね、やっぱり ITF みたいなコミュニティだとギブアントテイクなので あの自分たちだけ情報をゲットしようとしても、まあ、通り一遍のことしか教えてくれないんですけどこちらギブしてる側だとじゃあシェアしようっていって結構深い話を聞けたりするのであの発信するっていうことを意識するっていう欲しければ自分たちも何,何らかの形で発信していくっていう形を取るのが重要なんじゃないかなと思うことはありますで最初はまあ大したことじゃなくてもいいけどとにかくこうあのコミュニティに参加してるんだ 発信したいんだみたいなスタイルを見せるだけでも、まあ、ちょっと相手の反応も変わってくるのでその、単に聞いてますよ、情報収集してますよというよりも、もっとコミュニティに入り込んでいく姿勢を見せられれば、よりいいんじゃないかなという気はしてます。ありがとうございます。なんかすごく綺麗にまとまってきちゃいましたね。<laughs> ありがとうございます。 えと時間が迫ってきておりますので、えー、最後ですね、ちょっと今日の皆様のお話を伺って、私なりに検索しながらですね、どういう情報を皆様にお持ち帰りいただくかっていうのをちょっとメモしてたような感じなので、これ、価値があるかどうかっていうのもあるんですけども、えー、ちょっとご紹介させてください。えー 技術を見ていく軸としては、えっ、ー、と、まあ、ブラウザの動向は一つあるのかなっていうのと、実際皆さんは Web の開発されるとき計測されるんですよね、きっと。開発、あ,のあと F10 キーでしたっけ12とかで開発するとかありますけども、そういうのを見たり、あとまあ、クイックだけじゃなくて、TCP とか、それから TS1.3 とかのまあ動向も見ていくのかなっていうような感じがしました。あとまあ、セキュリティというところから今、プライバシー という観点がいろんなところに影響している。それから新しい技術、ユーザーにニーズみたいなところは、W3C のこのスタラジックハイライトっていうのをさっき見つけまして、これはすごい多分野のものがウェブに乗っけてきているんだなというのはよく分かりました。技術の捉え方、策定される技術の捉え方、ちょっとやはりクラウドっていうのはここで10年活発になってきましたので、 えー、そこのあった上でのプロトコル策定、えー、そしてユーザー環境の争点なのかなって、GPU って面白くて、私、最近 GPU 欲しいんですけど、高すぎて買えないんですけど、なんかどうも、あのクラウドサービスで GPU が使えたり、しかもそのその辺の安い、やついついちゃいち <laughs> のなんでしょう、エンドユーザーが使えるようなのじゃない、すごい CPU が時間単位で使えたりすると、 なんか自分の小遣いを頑張ってはたいて買うより、本当にちゃんとやろうと思ったら、こういうの借りるのかなと思ったり、中間のサーバーでレンダリングしたりするのもサービスとしてあるみたいですごいな。というわけで、こういった新しい話題っていうのは、結局このプロトコルの構造の中に入ってくるのかな。ラッパーというお話は、ちょっと私はこっちを思い浮かべてしまいました。プロトコル解散モデルで IP はあんまり買わないけど、その上は多様だなっていうのが、 ITF52 の頃にお話しされていて、まあ、変化の軸として HTTP っていうのがあって、そこにこう上下があるのかな。今後、動向に配慮していくには、ユースケースと言いますと、まあ、これはちょっと端的な例ですけど、ID、インターネットドラフトって、ITF におけるドラフドキュメントって、ユースケースドキュメントって必ず作るので、えー、まあこれはエンドユーザー観点じゃないかもしれないんですけど、まあ、あるなと。 あと、まとめとしては、w 3 c では結構こうアップデートっていうのを時々されていて、先ほど URL ご紹介ありましたけど、あいったところとか、テックフィードさんのような、ちょっと海外、国際と国内の動向をこうあまり大きな指揮を感じさせないようなサイトっていうのを見ていくっていうのもいいのかなと。あと、IT 報告会ですとか、それから GitHub の w 3 c のページ、GitHub であれでいろいろ あの今どんなことが議論されているのかと、論点なのか見ていけるので、まあ、深掘りしていくのはいいんだなというふうに思いました。で、終わる前に、皆様にお伺いしていきたいと思います。2つ目の投票でございます。ご参加されて、どのように思われたのか、1分ぐらいでお答えいただければ幸いでございます。 ウェブとウェブトランスポートに関わる開発には国際的な標準化の動向が深く関わると思われましたか ?2 つ目、あなたは2030年、過去、将来に対する予測について、あなたのですね、教えてください。3、今後、W3C の動向を打ちたいと思われましたか 今後、ITF の動向をお知たいと思われましたかまさか最後に投票が来ると思わなかったという方もいらっしゃるかもしれません。あけど結構2とかあ3という方、三4の方に答えを初めにされている方もいらっしゃるんですね。 あと10秒ぐらいお待ちしたいと思います。ちょっと6時になってしまいました。まあ、忌憚ないご意見をいただければと思います。いや、でも結構、はい、はあれじゃないですか、こう。スピーカーの前で結構興味ありませんでした。残酷なあれですね。えー、大丈夫ですよ。思、えー、うこと。 えー、思うことっていうのは、最近なんかの、の温泉のシーンを思い出してしまうのは、えー、とスピリット・ウツシっていうゲームが、この温泉に入ると、思うことっていうシーンが出てきてこう、選択肢が出てくるというのがありまして、この辺カットですね。あ <laughs> の面白い結果です。皆さん、思われました。それから2030年は上の方が多いんですね、多くの分野で使われる、ウェブ以外の、ウェブラウズ以外のものでも使われる。 レジや経済が深く関わる予想がつかないと正直に答えてくださった方もいらっしゃいました。えー、ウォッチしたいと思われましたか多くの方が思った、少し思った、分からないという、あのー、答えもございます。というわけでございました。では、共有を停止いたします。はい。では。 え本日お話しくださった4方に、それから質問くださったあ、それからコメントくださった、興味深いコメントくださった坂根様、ありがとうございます。えー、4方に拍手をいただければと思います。拍手ってできるんでしたっけあ,拍手をありがとうございました。はい。以上でございます。ご意見、ご感想などをお送りいただけたら幸いです。それでは、えっ、ー、一般 あ、そうですね。アンケートあのお願いしなきゃいけないから、修造さんにお戻ししたいと思います。はいえ、今画面切り替えさせていただきます。え、皆さん本日はご参加いただきましてありがとうございました。本日の勉強会、以上で終了とさせていただきますが、最後にアンケートのご協力だけ。 よろししくお願いいたします,あのです、ね、今後もあの勉強会めあめ、あのイベントの参考にさせていただきますので、ぜひ、忌憚のないご意見、ご感想をお聞かせください。チャットの方でも今、URL をお送りさせていただきます。はい、それでは、えー、以上で,です、ね、本日の勉強会、す、え、べ、ー、て終了となります。皆さん、本日はご参加いただきましてありがとうございました。また、講演者の皆さんもお忙しいところご登壇いただきましてありがとうございました。 では、えー、以上で終了とさせていただきます。もうしばらくこのズームは、えー、ずっと立ち上げておりますので、もしあの追加でですねご質問等ある方いらっしゃれば、えー、残っていただいて、適宜お、えー、送りいただければと思います。はいそれでは、本日、えー、以上で一旦と終了とさせていただきます。ありがとうございました。